ついに発表されました町田選手 WNBA 挑戦です。ゲライマイどうもポスタムチャンネルのしんすけです。先月行われたワールドカップ予選の後すぐ2月14日に W リーグが発表しました。町田選手の WNBA 挑戦です。ワシントンミスティックスへ行きます。ワシントンといえばあの八村塁選手がいるワシントンウィザーズがあるワシントンです。町田瑠唯選手が試合してコートサイドで八村塁選手が観戦なんて日本のファンには夢のような映像が見れる日が来るかもしれません。このチャンネルでもいろいろ噂を検証してきましたが本当に実現してしまいました。的中しました。やりました。町田瑠唯身長162センチ僕より12センチ低いです。57キロ、オリンピック最多アシスト記録保持者18個ですね。札幌山手高校卒業、2011年に富士通レッドウェーブに加入、プロでも代表でもしっかりキャリアを積んできました。東京オリンピックの準決勝のフランス戦で18アシストを叩き出して世界中のバスケファンを沸かせました。今回の町田選手の契約内容、これははっきり分かっておりません。トレーニングキャンプコントラクトということですが、しっかりとした契約内容は分かっていません。向こうのメディアはもう開幕ロスターには残るだろうという予想で記事を書いていますね。ワシントンも日本のマーケットを取り込みたいでしょうから、ダブルルイで売り出すと思うので残ると思います。さあ WNBA です。気になる給料、 WNBA の最低サラリーは about $58,000、 今のレートだと670万円ぐらいです。平均サラリーが1400万ぐらいですね。一番もらってる選手で2600万ぐらいですね。ロイドが結構もらってるんですね。これにはちょっと驚きました。スチュワートと同じって貢献度からするとかなり差があると思うんですけども。町田選手の今後の予定、ダブルリーグのレギュラーシーズンの最終戦が3月27日日曜まで、プレーオフファイナル4月18日月曜まであります。富士通は今季1位につけているので、このまま優勝して後腐れなくアメリカに行ってほしいですね。 WNBA の開幕は5月6日で、ミスティックスの初戦はインディアナフィーバーとです。ダブルリーグで最終日まで試合をしたとしたら2週間と4日しかないです。 WNBA とは、 WNBA は全12チームをイースタン・ウエスタンの2地区に分けて戦うリーグです。開幕が5月6日、36ゲームレギュラーシーズンがあります。7月10日がオールスターです。7月26日コミッショナーカップチャンピオンゲームです。ハーフミリオンダラーの賞金が出ます。各チーム10試合ずつ、全部で60試合で1番を決めます。このコミッショナーカップの試合は Amazon プライムで見れるみたいです。去年 Amazon プライムで見てましたね僕。なんで Amazon プライムでやってるんだろうと思ってたら、多分コミッショナーカップのせいだったんだと思います。コミッショナーカップに関係している試合だけ Amazon プライムで見れます。多分日本の Amazon プライムでも見れると思います。おすすめとかに出てこないので、 WNBA って検索かければその時のライブでやってるものが見れると思います。去年はそれで見れましたね。8月14日、レギュラーシーズン終了です。そしてプレイオフ、プレイオフのフォーマットはまだ出てないですね。去年はこんな感じでした。ラウンド1、ラウンド2がシングルエルミネーションでした。1試合で勝負がついてしまったんですね。これはかなりね、荒れましたね、これのせいで。結局優勝したのがシカゴスカイで、レギュラーシーズン6位のチームでした。ワールドカップまでに全日程は終わるようにしてあるようです。ワールドカップが9月22日から10月1日まで、ダブルリーグの開幕が10月あたりなので、町田選手大忙しです。これはあくまで予定なので、今年はこの現状なので変更は予想されます。常に WNBA やミスティックスのサイトをチェックすることと、ついでにこのポッサムチャンネルの登録もおすすめします。全試合日程は WNBA のサイトで見れます。試合日程は2日から3日に1試合あります。ダブルリーグもぜひそう変えてもらいたいですね。選手のことを考えるなら来年変えるべきです。ミスティックスって強いの？2019年に WNBA のチャンピオンになってます。その後はエースのデラドンの怪我もあって低迷が続いていますが、今年はデラドンが怪我を治して復活できるかが重要です。あとキープレイヤーはナターシャ・クラウドとアトキンズですね。アトキンズはこの前のワールドカップ予選もアメリカ代表にいましたし、東京オリンピックにもいました。そんなに出てなかったですけどね。ヘッドコーチはティボーヘッドコーチ、 T
希望ですね。2006年、8年、2013年にリーグの最優秀ヘッドコーチ賞を受賞しています。このコーチがどのように町田選手を使うためにチームを動かすのかがものすごく重要です。現在のロスターの人数は13人です。そのうちトレーニングキャンプ契約の選手は町田選手を含めて3人、そしてミスティックスはドラフト1位指名権を持っているので4月にもう1人増える予定です。14人でトレーニングキャンプになります。 WNBA のロスターは最大12人です。ドラフト1位指名の選手はまず怪我などない限り残ると思うので残り3人で1枠を争うことになると思います。ここがまず勝負です。僕は契約に開幕ロスターは保証されている確率が高いと思っています。さっきも言いましたがメディアも開幕ロスターに町田選手がいる前提で記事を書いているのでかなり高い確率だと思います。楽しみですね。チケットの値段、ミスティックスのページ mysticswnba.com でこれ調べたんですけども、まだシングルゲームチケットは売ってなかったです。ただ Google 様で調べたら一番安いチケットは31ドルぐらいから買えるみたいです。チームによって値段が変わるのかな、よくわからないけど全ては人気次第なのでしょうか。このグラフを見るとミスティックスは一番高い73ドルになっています。アベレージですね。これはミスティックスのシーズンチケットは安いので388ドル50セントでした。町田選手のベンチ裏は518ドルでした。そこまで高くない気がします。 NBA はもっと高いですからね。518ドルで町田選手のホームゲーム全部見れると思って、あと特典も結構ついてくると思うんですよね。いろんなものもらえたりとかするので結構お得なんじゃないかなってこれは思います。この席座ると町田選手目の前にいますからね、いいですよね。あとコートサイドも売ってましたね。まだ1757ドル50セントでした。これも安いですよね。一番安いシーズンチケットが角のところで388ドル50セントでした。ここも結構見やすいですけどね。ストア、これもミスティックス WNBA.com からリンクがあります。ワシントンウィザーズと同じショップです。八村選手関連のユニフォームとかも買えます。ここでサインアップすると 10% オフで買えます。たまにセールもやっているようなので何か欲しい人はサインアップをおすすめします。この前 20% オフしてましたし、サインアップしとくとメールが来ます。パーカーとかジャンバーを選ぶとなぜか郵送できないみたいです。なんだろう、羽毛がいけないのか毛皮がいけないのか分かりませんが郵送できないアイテムがあるみたいなので気をつけてください。僕はパーカー諦めました。何回やってもパーカーは選べなかったですね。選んでペイメントを終了しようとするとメッセージが出てコンプリートできなかったです。郵送代はアメリカからオーストラリアで24ドル95セントでした。謎のハンドリングで1ドル99セント取られました。ハンドリングはなんかストーリッジ代、倉庫代となんかその人件費みたいな感じで書かれてたように思います。町田選手は日本から見れる WNBA リーグパスで検索します。いつも1週間無料トライアルをやっています。値段は年間パスで16ドル99セントです。安いですね。もちろん録画も見れますので、これに入ってれば町田選手の試合を見逃すことはありません。推しのチームだけでいい方はチームパス9ドル99セントです。これもめちゃめちゃ安いです。年間10ドルで見れます。1試合ごとで見る方は1ドル99セントです。安いですね。安いし、よく止まります。たまに見れない時もあります。でも安いから許すという感じですね。 NBA のリーグパスに比べたらめちゃめちゃ安いのでお得です。コミッショナーカップの試合は Amazon プライムでも見れます。残念ながら日本語中継はないと思います。ライブ配信もちょっと今考えているので、町田選手が出る試合はライブ配信もしてみたいと思っています。ぜひ見てください。この動画で紹介したサイトはリンクを下に貼っておきますので、興味のある人はぜひ見てください。町田選手のジャージが売りに出たらぜひ買いたいですね。町田選手は WNBA の調整のためにダブルリーグのオールスターは不参加になるようです。怪我なく残りシーズン過ごして5月6日にぜひ4人目の WNBA プレイヤー誕生を見てみたいですね。今回は町田選手が WNBA に挑戦ということで町田選手特集を組んでみました。今日紹介したサイトはリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。他にもいろいろバスケについて動画を投稿していますので、気になる方はチャンネル登録や高評価、よかったら他の動画のチェックもよろしくお願いします。
その他私たちポッサムチャンネルは Twitter、Instagram、ホームページもやっていますので、よかったら概要欄からフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。